はい、こんにちは。沖縄おばばでーす。はい、今日のね、朝のパナシャんですにょ。はいはいはい。こっちを向きね、こっちを向いてください。は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 い、パナちゃんですね。かわいいですね。はい。えー、っとですね、えー、スズポンさんがね、また、あの、素敵な動画あげていらっしゃったので、えー、ご紹介です。ぜひぜひ、あの、見に行ってください。えー、っとですね、 あれですね。あの、すぶす私も前から言ってましたけど、あの、2回じゃ済みませんからね。はい。枠、リンコ。もうね、えー、どうやらセーフはね、セーフ、アウトセーフのセーフですね。セーフはどうやらね、3回目ご用意してるみたいですね。はい。えー、なんかね、 は、あなんか半年ぐらい半、6ヶ月ぐらいでね、えー、効果がなくなるそうなんで、もう、あの、次々とね、えー、やることになります。はい。3回目、4回目、5回目、6回目とね、えー、まあ、そのたんびにね、あのー、星様が増えなきゃいいなって私心配してます。はい。あ、でもまあ、2回やっちゃった人はね、もう、あれなんじゃないんですかね。3回目もやらざるを得なくなる。 なるんじゃないかなと思います。あの、例のね、えー、パスパスちゃんですね、パスパスちゃん。あれも多分ね、あのー、今はね、こう2階で、あのー、いろんなところをね、お店の割引がもらえたり、みたいなこと将来的にやるって言ってますけど、多分ね、2階じゃなくなりますね。 今後3回目、4回目ってなってきますね。そしたらもうほぼほぼね、2回やった人もあのパスポは意味がなりま、なくなるみたいな感じにな,なってくると思いますよ。はい。 まあそういうことなん,なんでね、よくよく考えてください。まあ私ね、救われてるなと思うのが、あ、割と若い子たちですね。私のあの近所の若い子たちとか、あ、接触している若い子たちですね。いろんなあのお店とかね。えー、あとね、あのー、まあ、卓球の人だったりとかね。あと、あれですね、えー、の人だったりとかね。若い子たちね、えー、割とね、あのー、皆さん。はい、ノーワクリンコ派です。はい。 なので、ちょっと安心してるんですけど、まあ、ワクリンコしてしまった人は、もう出て、デトックスに努めるか、もう3回目、4回目、来てね、あのー、3回目、4回目のお知らせが来て、えー、やってくださいっていうことがあっても、やらない方がいいんじゃないかなって思います、個人的にはね。まあ、その人の決定だから、あなんとも言えませんけど、はい。まあ、あのー、あれですね。あの、どん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 、あのー、体にね、 えー、溜まりますから、いろいろな化学物質が。はい、はっきりとは言えませんけどね。はい、えー、まあ、そういうことです。いろんな化学物質が溜まってきますから、あの、回数重ねるごとに。はい、そういうのをね、やっぱりデトックスした方がいいと思うんですよ。はい、まあ、よーく考えて行動することが必要です。はい、もしね、なんか、もう、やらないとね、 えー、うんにゃらかんにゃらみたいなね、こう、おどしが出てきた場合は、あの、一応ね、あのー、こうのね、こうの性の章ですね、こうの性の章ですね。そちらの方に相談窓口がありますのでね、あの、人権、あのー、強制させられたとかね、そういったあの人権相談がありますので、えー、ぜひ、あのー、ご利用されることをお勧めします。ね、えー、本当はこれあのー、 やっちゃいけないことなんですよね。あってはいけないことなんですよ。何かを強制したりとかね。人間にはあの自由意志がありますからね。なので、えー、皆さんね、もしそういう場合は、高の性の章の,の相談窓口の方にね、えー、ぜひぜひ、あのー、皆さんね、何、えー、て言うのかな。 ご相談ください。本当にね、あの、おかしな世の中になってきてます。はい。もう2回ではす、すみませんね、これね。えー、3回目用意してるとのことです。はい。えー、まあね。え、やるにしろ、やらないにしろ、あなた様のご、あの、ご自身のご決定です。はい。えー、これについて何にも文句は言えません。やらない人にも文句は言えませんし。はい。 そういうことです。ただね、あの、化学物質だけはね、体に溜まってきますので、いろんなね。そういうものは、まあ、デトックスした方がいいと思いますよ。はい。あ個人的な意見ですけどね。まあ、これに、デトックスの方法についてはね、過去にいろいろな動画を出しています。はい。えー、枠ク,クをしてしまった人は、あ、下毒とかってね、あのー、デトックスみたいな、こう、台がついてますので、えー、そちらを参照してください。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はいはいはい。にゃーん。かわいいね。